こんにちは。 YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の浜田光一郎です。今日は源実朝はなぜ空船を作ろうとしたのかというテーマで話していきます。鎌倉幕府の三代将軍源実朝が空船を建造させて宋の国、今の中国に渡ろうとした、そもそものきっかけは宋の人陳和が鎌倉にやってきたことにあります。和はかつて焼失した東大寺の大仏殿の再興に力を尽くした人です。東大寺の再建供養式典の際、これは1195年なんですけども、その時源頼朝は和に面会を希望しますが、和は拒否。その理由は、頼朝は多くの人々を殺してきた、罪が重いというものでした。そんな和が一体何しに鎌倉に、頼朝の時とは打って変わって実朝様は仏の化身なので、ぜひともお顔を見たいと和はそう主張したと言うんです。そして鎌倉にやってきた。1216年の6月15日、実朝と和は御所で対面。和は拝礼して感激のあまり涙を流したそうです。この温度差に実朝が対応に戸惑っていると、和は実朝様の前世は宋の国の伊王座愛久王子の長老だったんです。その頃、私の前世はその弟子門弟でしたと言い出します。急にそんなことを言われたらうさんくささ満載ですが、実朝は5年前の6月3日の深夜に夢を見ていたんです。で、その夢の中に僧侶が現れて、この和と同じようなことを告げていたんです。ですから実朝はあの夢は本当だったんだと和の発言を信じてしまった。和の言葉を信じた実朝は何を思い、どう動いたか。そう、自分の前世にいた中国に行って伊王座愛久王子を見たいと、そう念願したんです。そのためには船が必要ということで、実朝は和に空船を作れと命じます。中国に友をする者60人まで実朝は決めたというから行く気満々です。北条義時や大江広元は実朝に思いとどまるよう諫言諌めますが、彼は言うことを聞きません。翌年、つまり1217年の4月中旬、空船はついに完成。数百人の妊婦を使って、労働者を使って由比ヶ浜に船を浮かべようとしたんです。実朝も義時もその様子を見ていました。みんな頑張って船を引っ張っていたんですが、遠浅の浜辺では大きな船を浮かべることはできませんでした。空船は浜辺で朽ち果てていったといいます。そしてついに実朝は中国行きを断念したのでした。和のその後の消息も不明です。実朝はなぜ中国に渡ろうとしたのか、前世云々の問題だけではなく、日宋貿易を直接実朝が掌握しようとしたのではないかという説もあります。しかし残念ながらその夢はもろくもついえたのでした。今日は実朝はなぜ空船を作ろうとしたのかというテーマで話してきました。それでは YouTube 歴史塾浜田光一郎でした。